あのー、冬でこんだけ寒いのに、うん、ミニスカとかショートズボン、長パンとかで足出してる人女の人おりゃ訳はからない,いやわけわからないよな、<直>マジで女の人って本当に冗談なしで足に感覚ないのかって思うぐらい,いや理解できんやん、んくマジでどういうつもりなんやろな。 はいということでええあの私事ですけれどもあのちょっとねもう松東とのシェアハウスをやめますえっとうとうはいえこれどんぐらい続いてるっけ今えっと2月からスタートしてあじゃあもう1年たってないまだはまあギリ10か月ぐらいもう元の回あもうそんなにうんもうんかそれはこれだって決めてはあったんかいやまずいっぱいあったぜ 決め手となるもの決めとなるものまず汚いね一番はタバコの心拍のラベルとかをゴミ箱が隣にあるのに床にポイって捨てるとか食べたカレー皿を机の上にそのまま置きっぱにして小早がたかってくるとかもうそんなんざら当たり前ね一場所半身か一丁前に女の子を呼ぶ時とかだけめっちゃ綺麗に片付けてっちゃうけどその次の日にはもう汚くなるよ元通りであの 俺の服勝手に着てたんよねそれはまだいいとしてそれはまだ百歩譲っていいとしてあのコンサバったんや今夜さばきましたその時に俺のパンツ履いてったのよパンツえありましたよその回これは俺のパンツを履く回俺のパンツ履く回じゃな履いていくそれがもう俺の中で限界結構嫌な決めえでもそれもだいぶ前じゃねい結構前よコンサバやからもう半年以上経つんじゃない耐えたんや 耐えたまあ、でもでは履くなと俺がブチギレて、うん、もうだからおおあの白いロンティとかちょっと似たような T シャツには俺あの収穫旅行以来にタグに名前書いてるもんね絶対嫌らんでくれっていう <laughs> <で>まあみたいなとかとかうわあとあの俺のモンスターとか勝手に飲むんよああらかじめ買っておいたやつを買っておいたやつとかを勝手に飲むんよなのにこの間あの俺が 一人で松騒が、バイトかなんかでどっか行っとって、俺が一人で家で松騒のビン、うん、あ缶ビールを買って飲んだん、うん、で、俺が次の日の朝ロッキーにバーって行くときに、あれ米沢ビールはみたいな。ここに置いとったビールはみたいな。うん。あ,あ昨日飲んだみたいな。マジか、そんな音するって言われたんや。は <laughs> はいはあ、それはな。ちょっと腹立つや。やそれはちょっと腹立つ。とか、うんで、広島行ってました。うん、広島行って、うん、で、夜行バスで。 行って28の夜夜行バスに乗って、うん、だから29の朝、広島に着いて、うん、で29、1日楽しんで、うん、29の夜夜行バスで30日の朝帰ってくる、うん、だからまあ1日家にいない状態なの、うん、で松尾と米沢の家ってあの洗濯機がないのよ、うん。だから い,い下にある、その、コインランドリーに行くのよ。うん、で、洗濯400円の乾燥機30分で300円。はい、で、俺は700円、机の上に置いて、写真撮って、700円で、これちょっとごめんけど、洗濯しとってくれって。うん、普通4、3とかで分けるや、うん。俺が7置いて、700円で洗濯しとってくれ、つって、朝6時に、30日の朝6時、昨日か。帰ってきたら、洗濯されてないと。ええー。もうす、で、パートナントに、え、ちょ、お前。 みたいなの言ったら俺が帰ってきたも物音で目覚めて「ああごめん」って言って寝たんやもうその瞬間に俺はもう「あもう終わり」あもうじゃあ今日いや昨日はああ昨日決めて,決めてでもで俺朝6時でその日10時半ぐらいからロケやったん俺その日<ー>30日も6時半ぐらいに帰ってきて10時半からロケやったら寝たんや3時間ぐらい、うん、なのにもうそこから洗濯回してで乾燥機までかけて1時間ちょきとって俺だけ。 で、松騒とかも、俺のも全部きれいに畳んで、ゃんと直してみたいな。<laughs> なんで俺、なんで俺こんなことしとるちゃうのと思いよったはあちゃん。<laughs> 思いよったはあちゃん。<laughs> <laughs> っていうのがあったから、これは完全にごめんなさいね。ちょっと始まり、オープニングで不服が募りましたけど、ちょっとっていうので、もう俺も幸せをやめるっていうのをここに報告、まあ、宣言させてください。これ松騒にはまだ言ってないけど。<laughs> <laughs> でも、で、どこに住むのと。 で地元の,あのバレーボールの先輩地元じゃない、うん、バレーボールの先輩福岡でバレーボールの先輩で知り合っためっちゃ仲良くさせてもらってる先輩、うん、男の先輩が家賃5000円でいいよって,って,ておめっちゃいいよ言ってくれて、うんまとあと光熱費半分、うんうん、で場所も西人ぐらいけん劇場からも近いし劇場からも近いしでチャリ買えば警備士も行きやすいし、うん、いろんな劇場も行きやすいしっていうのでもうそこに住むようにしたんで。 でもその先輩の人柄は大丈夫なその先輩の人柄はね、全然大丈夫。あ、大丈夫全然大丈夫。いやでも結局穴が見つかりそうな気するけどね。まあまあまあ。でもそれは別に、だって1万8000円払ってるのは松荘の家。ああ<ー>。今、ね、その5000円、その1万3000円の、あれを埋めれるかって考えたら、あ<ー>まあ別に大丈夫。あと水道とか絶対綺麗やし、その先輩の方が。水道汚い。<俺> <laughs> 松荘の家で一回も歯磨いたことない、俺。 あ、もう汚すぎて。怖すぎて、水道水が。でも俺、松遭んちなんか聞いたのは、けっやっぱゴキブリとか普通におるで、<の>しかも松遭はそのゴキブリ見たら、で、確かね、中村がまだその、当時カーネギーでいた時に,、ねうん、にネタ合わせでおって、で、中村もやっぱそのゴキブリ見て、うわ、うん、ゴキブリおるぜって、松遭にいた松遭が、あ、おるねって言って、そのまま。終わるやろ。で,やばいで、俺、これ聞いて、あ、結構そんななんやって。 だってそれも普通あ普通全然そなんな当たり前やそんなんもううわそうなんよとかもならんもうそらそらそらそう。当たり前俺は全部そうだってもうアースジェットみたいなスプレーでーってやるけど入ってないそんなんも一生懸命手でこうやってやるんけどえ手でやるいやいやそのティッシュでね、うん、ティッシュでやるけどもう全然そんなの何匹か逃げていったみたいなえぐっだからもう無理無理ですでもめっちゃいいとこもあるよそら厳しい近いとか 家で距離とかで言うとね、うん、そういうのもあるけどもうちょっとさすがに限界を感じましたキングオブレイディオンインクルージョンのアンガーハンガーあっッコみてで,でございますでももう恒例だなもう10回目10あっちこみもうもんかツッコミおだいも悲しいな悲しい なんかギリギリできんなやって俺に言ってるような気が。ああ、最近の生活の。寝なさいとか、も俺に言ってるような気がしてきた。なんか松掃除の。ほに言ってるような気がしてきたけども、ツッコミワード、ギリギリできんなや。続いて寝なさい。そして、ダダンダンダダンのリズムでいうな。ねだだダンリズム系はね、毎度、あの、面白いボケを出してくれるんで、期待しておきますんで。よろしくお願いします。それでは行きましょう。ああ、ツッコミ亭10でございます。最初のお題は、ギリギリできんなや。 いきますはいギリギリで生きんなや用意スタート銀行残高75円おい俺か<ん>話思い出さすなうん電話したいいいよ充電い,っぱいだけどおギリギリで繋なぐなよ電話を充電せやよくそよりによって台風の日に沖ノ鳥島に取り残されてしまったギリギリで生きろ頑張れ 監が見てない隙にここを今飛び出していこうぜできるなよそんな無茶すなラストおっぱいはいツッコミいや何,何を言ってんのおっぱい柔らかいね以<上> <laughs> いいじゃん違う違うお前違うって <laughs> 違うお前違うんだいやマジねこういう辺さん もう80何回目 ?90 回目 <laughs> ねえ、90回目や。以上です。違うって。以上です。もうこれしか来てないです。じゃ、これやったやん、これが。読まないで米沢が見ておっぱいを掘り下げていくっていう流れ。俺も言いたいわおっぱいそっちが読んだら冷めるって。 俺も言いたいって。あ、あなたは真剣に選んで、査定していった中で、米沢が選んでる中で、何や、これで掘り下げていくのよ。俺も言いたいわ。なんでそんなことするのよなんでお前ばっかりいいとこと取っていくのいいとこじゃねえやんか。おっぱい言いたいわ、俺も。じゃあ、お前さお、これは米沢企画やん。した <laughs> 企画も私はどれでしょう、あるやろ。 その割り振りやん、どっちもちゃんと明確に分かれてるやん。でも私はどれでしょうもう俺が結局選ぶからまた掘り下げお前に取られる。なんか変なのいや、だから掘り下げ、いいおもろいのはお前がギリギリで生きんなやという突っ込みワードを引き出すために、俺に突っ込ませるために、いろんな人が書いてくれたボケをお前がボケてくれて、俺が突っ込むやん。え、じゃあ何その、 おっぱいはその違うってこと違うやんそのギリ,ギリ真剣に送ってくれてるよガン側のみんなは真剣に送ってねえやろこんなん <laughs> いやおっぱいきおいおギリギリで生きんなってお前来ると思ってるよ多分いや来るわけないガン側のみんなはどうせふざけとるだけおっぱい出てギリギリ生きんなあーってな,なるはずよな,ないってあ <laughs> <laughs> どうしたお前 お前が読まなかった、もうあの、まあ、前回の、前々回か忘れたけど、うん、お前が読まなかった、いろんな、俺に、俺が気持ちよくなるための企画、これは。うん、で、気持ちよく突っ込むために、本気で突っ込ませるような、ジャンルの、ボケのやつをバーって選んで突っ込ませて、いろんなやつをパッて見た中で、うん、ゴーヤー美味しいとか出てきて、面白くなっていく流れ。うん。選ぶなって、おっぱいとかを。変化をつけていこう、変化を。変化とかじゃない、対価、<laughs> これは。<laughs> ハハハハハハおっぱい <laughs> オープニングから待つそう悪口ばっかりと申し訳ないと心が迷ってたのに僕はどうしようオープニングであんな悪口言っちゃったここから盛り上げなきゃと思ったのに変なこと言ってさあさあこっから選べんて選,ぶ選ぶがいい <laughs> おっぱいの方、ね、もしっかり送ってきてるんだからおもろいやんこんなん肘なら地下にはならないと思ってますが <laughs> ほらちゃんとそういう掘り下げる内容おっぱいを読むな <laughs> 掘り下げる内容も一応用意してるんよ俺は絶対読むなってマジでもう <laughs> あ悔しい <laughs> お前がおっぱいって読んでこれ掘り下げてください面白いでしょおっぱいそれが冷めるのよ わかるか流れ今まで盛り上がってきた流れを崩すなよでもまあ選ばんと仕方ないからねこれはギリギリで生きんなよおっぱいにする手取り15万やけど家賃13万のところに引っ越すわいやギリギリで生きんなよ一番綺麗やん 俺に気持ちいい突っ込みをさせるコーナーよ、これ。<laughs> いや、でも俺はもう、できると思ってできるわけないやんじゃあ、お前は、はい、おっぱいって変な奴が来てましたよ、で差し出してた。いや、違う、お前は。いや、お前は分かってる。俺はお前のすべて。<や>今、お前は自分のお得意のヘリクツターン。いや、違うお,お前は、あの、お、もう、お前はおっぱいを見すぎ。はい<え>その他のやつで気持ちよくなれたはずなお前は、おっぱいを見すぎや。やっぱその、あれが出てるわ。 性癖が、おっぱいを見すぎ、注目しすぎ、他のやつで気持ちよくなれたはずよ、いや、じゃあ、じゃあ、じゃあ、おっぱい読まんでいいやん。いや、カモフラージュやって。はい、そおっぱい入れて、これじゃあ俺は盛り上がらんなって思ったから、ここでおっぱい入れとこうっていう題材をして。じゃあ、盛り上げる盛り上がらんは、こっからやん。俺が気持ちよくなるかならんかの話、まず。流れを崩すなって。下手くそー <laughs> お前な、本当に、あああ、や、破ったこいつ。いああ、もうやばいよこれ。お前が気持ちよくなるための企画も、西津さんと渡辺さんと話し合って、大喜利させる企画も提出してますこっちとら私が気持ちよくなる企画も提出してますそれを変な自分の、はい、おっぱいって言ったら面白いでしょみたいな浅いお笑いで崩すなよ もう最悪終わり今日は終了ですすどうします終了らしいですよもうこれう最悪やこんなんじゃないってギリギリ違うやんでしかも本来は「うん、寝なさいギリギリでいきんなよだん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 」のリズムで言うななのになんか順番変えて「ギリギリでいきんなよ」を先行にして「寝なさい」2番目にしてって言ったよね、うんうん、おっぱいで。 一発目こそ、綺麗にいく。お前、福岡吉本が今一番怒られてるとこや。コーナーの一発目は成功を見せて、二個目三個目でボケていく。うん、それ一発目でふざけていく芸人たちは、しこたも怒られてるやろ、今。うん、おっぱい入れんなよ <laughs> 何を学んできたよわかったわかった。ごめんごめん。俺の、あれが出てしまいましたわ。英語 <laughs> がね。申し訳ない。申し訳ない。これは良くないわ。 申し訳ないせっかく送ってくれた <laughs> <laughs> そこは思ってるよね、申し訳ごめんごめんごめんどうしようもうごめんなじゃあおっぱいにチェキおっぱいにチェキン送るか分かったな <laughs> ごめんごめんごめん確かにこれはお前の企画やけんやっぱ気持ちよくさせるここは米沢を気持ちよくさせる企画そうねオッケーオッケー私はどれでしょうやってんですからあごめん,ごめん これ出しちゃいけんね。出しちゃいけんね。そこから見て、で、ね、しかも、その、うん、なんていうかな、掘り下げたら、おもろいやつを掘り下げてんのよ、僕も。おっぱいなんて、掘り下げもしないからね。何個か来てますもんね。毎回毎回のように、同じやつか知らんけど、うんうん、おもんね。インスタイルやろ、そいつ腹立ってきた。<laughs> <laughs> だから、そういうやつは,はい、はい、掘り下げてもおもんないやん、おっぱいなんて。いや、まあ、そうね。ね あちょっとごめん目覚めてきた本当だわお前は今おっぱいを掘り下げたらおもろいと思ってたよん確かに俺が一番見てたやおっぱいおっぱいを俺一番見てたやんら確かにそこはちょっとごめんごめん頼むわ申し訳ない誰やおっぱいと二つ出てこいそしてすいません仕切り直しということでまあとりあえずおっぱいにチェキをよおっぱいにチェキどうも米沢です坂下です皆様聞いてくれてますか 日曜日インクルージョンの「ハンガーハンガー」どうですか坂下えー、ぜひみんなで聞いてくださいお願いしますじゃあ次は寝なさい寝なさい、うん、これはでもねお母さん的ツッコミ早寝なさいなのかあの命令ツッコミ<ー>寝ろやが出るのか、うん、それはどちらでもよしとしますオッケーはいそういう意図もあってねはいそういうことです <laughs> 仕切り直しねオッケーごめんごめん本当にうんと <laughs> じゃあいきますツッコミお題 寝なさいよーいスタートねえパパ今日サンタさん来たらお茶とお菓子出すトナカイさんも何か食べるかな寝なさい、うん、いい子はよ寝て待っとけ羊が321匹322匹おはよう寝ろお前パトラッシュなんだか目がさえて眠れないや寝ろやはよボール遊びしようよいらんそれいらん <laughs> そこいらん西が12なななんやそれ バブ、はいはい、寝ろ早く。おお。断る。はい。お前待て。あなたの膝枕でなら。じゃお前待て。以上です。お前ちょっと待て。お前待て待て待て。何や何やが。いやちょっとまあ一個一個行くわ。あ行こう行こう。うん。すごくいいボケもありました。あったよね。正直。俺はもう引かれた目め。 トナカイさんも何か食べるかな一発目すごくいい子はよ寝ろ、うんうん、いい子はって俺に付け加えさせたところがすごく気持ちいいあ進化させてね気持ちいいよく気持ちいい、ねうん、パトラッシュなんだか目が覚えて眠れないやはよ寝ろうまい <laughs> あそれなんか途中ボール遊びに理由なんてないやからうん わかるパトラッシュが別にボール遊びが好きとかじゃないんでしょ物語で。まあ関係ないわ。やろってなったら別にボール遊びである必要ないんだから。邪魔かもしれない。惜しい。惜しい。これでもめっちゃ良かったけどね。うん。良かった。打速な部分。羊が321匹ね。これもいい。早う、寝ろ。ね。何百7 3 2匹とかでもいいんだあ、それは思った、俺も。ね三300は、まあありえないけど、数えれると。の、三百。俺は この人を褒めたいのは、羊が321匹で終わらない。終わら322匹まで行ったところは褒めたい。けど、羊が24,892匹で終わってもよかったかも。だからこれオーバーにしてた方がいい。オーバーにしてた方がいいかも。ただ、6億とか言っても思わないのよ。そこらちょうどいがね、ちょっと難しさがあります。ここはセンスが見えるところ。ねうん。これがここからなんですよね。西がバブーイよ。バブー。うん。 バブーは逆にちゃんと寝なさいっていうね心の底からもう寝なさいっての変えてきたよねそうボケとかじゃないバブってもう本当にねフリック入力も楽そうやろ多分一瞬でおったやろねであなたのひ枕でならまあまあまあそれは無視です無視西が十二 あ、そういうことね。ああ、理解したああ、そういうことね。俺がカラフルェスで、一発目の掛け算で西が十任って間違えたから、米沢寝不足だったから寝なさいって言うんですね。ああ、もうそういうのいらないです。で、断るは何ですかいや、だから逆で考えてんじゃないだから寝なさいに対して、断るって言ったから、より大きい寝なさいを求めるってこといらない。いらないですね。 いらない <laughs>。いらない。ねえ、パパ、今日サンタさん来たらお茶とお菓子出すトナカイさんも何か食べるかなに決定かなああ、それでいいか。いや、綺麗そでいいか。いや、よかった、はい、いい子はやめなさいいい子がね、こう、入ってきたのがね、すごくよかったわ。この、そしてさらにねえ、パパ、今日サンタさん来たらお茶とお菓子出すで終わらないとこね。<ー>トナカイさんも何か食べるかなここがすごい。ここは、サンタさんと、 意味がある連結してるから必要な分なのよボール遊び師匠はパトラッシュと何もかかってないからいらないそこの使い方がすごくうまかったこの人上手おめでとういや素晴らしいいやよかったよかった西中にすぐパッと気づけなかった俺が本当に寝たがいいかも今悔しい寝なさいですかすごかったやられただだ気持ちよくなってきたはいいいですかこれはに忘れましたさっきの 続いて、ここは、本当にもう、お前なんか俺不安なんやけど、おっぱいを呼んだね、坂下。頼むよ呼んでいいやつと、呼んでない、呼ばなくていいやつ、ちゃんと査定してな。いや、これはもう、楽しいよ、これ。もうでも、アトラクションだわ。いや、本当にそう、米沢ツッコミ店のこのリズムの部分ってマジアトラクションよな。なんか、<laughs> 前半で気持ちよくなって最後は笑って終わらせてくれるっていう、いいこの流れができました。もうこれは最高だはい。それでは、えー、お,お願いします。いきます。ダダンダンダダンのリズムで言うな。いいですね。よスタート。ご飯パンうどん。<笑><笑>いいね。ダダンダンダンダ,ンダンにみたいに言うな、お前。さわんなカダンあー、陰も踏んでね。ああ、いいですね。うん、我慢あんません。 <laughs> いいですね純駆動書店ああなるほどそのパターンね純不動でないああ<ー>古典パンおとん所詮そんなもん <laughs> ああ<ー> <laughs> いいねもう俺突っ込んでないもん今ここで、ね、<laughs> このターンみかんいるいらんああいいですね カモンサンタさん。トレー、そこじゃない。これラストいきます。はい。ビンビビン。以上です。おっぱいと同じやつだね。おっぱいと同じやつですね。はい。ビンビビン。はい。この中で。ビンビビンビンやばい。あれいや。 正直すごいよかったよ「古典、うん、パンおとん所詮そんなもん」とかね、うんうん、いや素晴らしかった一発目のインパクトやっぱご飯パン,パンうどん,うどんね、うん、これもすごく良かったよいやでも古典パンおとん所詮そんなもんすごいこの2個続けたのは初めてやったあっでもこういうキヤも好きあの借りてた「あコナン十五巻返すね」ってい文と文の間に入れるキヤもね、うん、すごくい。 いいですね。あカモンサンタさんって、カモンってことね。家のあれかと思った。カモンサンタさん。カモンサンタさんね。また盛り上がってるよして、どんどん気持ちよくなってきてるのかな。いや俺は、ボケを送ってくださいと、ダダンダンダダンのリズムで言うなという。 すっごいよ、気持ちよくやりたいから、やってなかったよ、正直。やりたいから、その、ボケを送ってくれと。もう、綺麗よ、ご飯パンうどんとか。いや、めっちゃ綺麗スパンうどんとか。うどんとか。ルルンルンルルン。そうそうそう。こう、もうそのまますぎやからね。あの、擬音を変えてるだけ。あ、いた、あいた。あいた。意味が涙出した。おもろ。 意味あああからあーおもろ涙出てきたあーいいですね。あ、純苦道書店もね、うん、逆にね、うん、そういう普通のやつも、あーいいですね。純苦動もよかったけどな、俺は。<laughs> <何>ラララララ <laughs> ボケ遅れっつそ,そういう系の人がいっぱいおるんやああおもろいですねまあでもやっぱ股間ビンビビンにする <laughs> いいですかあまあそうね、うん、だから2枚くるいやなんかこのバカバカしさもあるし、うん、本んにダダンダンダダンのリズムで言うなっていう <laughs> あそういうぐらいのことをね、うん ご飯ご飯パン、うどんとかは、正直、その、なんていう、ご飯パン、うどんとかでも、その、別になんていう、その、なんで言ったっていうやつだし、その、わざわざリズムで言うなの前に、それ言うなっていう、ういそもそも。そ,そもそもが。うん、で、てんパン、おとん、しょせん、そんなもんも、めっちゃ良かったけど、なんか俺は、ちょっと、なんか、ごめんなさいやけど、うまいでしょ、感が見える。 ああコテンパン、これどうだかんが、2個出してますよみたいな、うん、いや、めっちゃうまいよ、いや、テクニック的にはもう素晴らしい、テクニック的には余裕で1位、うん、1> ダントツの1位、我慢あんませんとかもいいですけどね、でもなんか、普通に例えば、やば、例えば会話で男同士のバカみたいな会話で、やばい、うん、チンコビンビンやわ、みたいな。 股間ビンビンやわとか言うところを「股間ビンビビン」って言った時普通に「いやんでダダンダンダダンのリズムで言うんやってなんかなりそうやったっていうのはあるあなるほどああ確かになるねそんなふうに言うやつがまずい<や>おらんか普通のこういうばかばかしい会話で、うん、いやそれにあげてもいいよ別にルン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 こうルン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  ああそう,ああそう俺はこれを求めてるんじゃないのよ真面目な古典パンおとん所詮そんなもんとかがあるからこそ,そ、うん、ルルンルンルルンが嬉しいのよ画面その紙一枚ルルンルンルルンやったらどうするあ <laughs> 確かに思うんないや、うん、だからこの人にあげたらだめただこういうのもまだ送っと欲しいけどねでも求めてはないよ正直あったら嬉しいんだぐらい、うんうん はい。ということで、改めまして、ダタンタンダタンダダのリズムで言うな、えー、チェキは、股間ンビンビビンにけて <laughs> <laughs> すごいっすね。<laughs> ということで、えー、おっぱいと、えー、あのパ,パパじゃ、パパ、トナカイの方ね。パパそして、えー、股間ビンビビン。まあ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、<laughs> ということで、エンディングでございます。 12月22日にこれ配信されててまあもうすぐクリスマスっていうところであのトナカイのねやつもちょうどいいタイムになったんじゃないでしょうかなんかこういうツッコミワードとか例えばあのリズム系のこういうリズムでやってみたいですとかもちょっとねあの教えてほしい送ってほしい,はいメッセージで送ってくださいメールアドレスは kor.rkbr.jp 小文字で kor.rkbr.jp までお寄せくださいそして次回 えー、アーツ込て十11でございます飽きないねこれおもろいわ、えー、やっぱみんなが送ってくるからおもろいまず一発目、えー、バレー部か意外とやってないかやってない。野球部かはやりますたけどバレー部かはやってないのよ、うん、バレー部かうわこれいっぱい出てきそうだなバレ部、えー部かはえ2個目そんなん言うなやそんなん言うなやシンプルやな そんなんな言うなうわこれ以外一番むずいな逆にねいやむずいそ,そして最後えー、これどう伝えるのがいいんですかね、うん、あの「ポテトが上がった時のリズムで言うな」まあ「テレレテレレ」レレうん、で言うなですねだからまあこれも坂下にかかってるよそれをその通りに読まなきゃいけないっていう、うん、はいだからここはだから音は断定してないってことだもんね まあもしかしたら他のいやでもでもないかテレレテレレでやってほしいあやってほしいもうそのあがった銃とかはもうなしでもこれおもろいのが「テレレ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 」って2回来てもいい別にああそうねあれ無限にあるから,、ね 2> 2からはい、ということでまた皆さんたくさん送っていただけたらあ幸いでございますあとマッツソクすみませんでした はいということでえーそれでは最後は坂下占いで締めたいと思います、はい、12月23日土曜日えークリスマスプレじゃあ早いってえー怖いってもう何回目この占い <laughs> 土曜日とかもうじゃ土曜日何座の運勢はいやいつもいやもう土曜日もうなんかうわもう何か決まりみたいになるからしっかりやったかその気抜けてるわ最近土曜日12月23日土曜日 ウォザの運勢はクリスマスプレゼントサンタ52体ゴールタクジと歩く25分 この番組はリサーチなし打ち合わせなし台本なしインタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし8つのなしでお送りしています私と勝木香なディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか福岡の地名が出てきますよ